こんにちは、オーシャン東京神戸トップスタイリストの鈴木です。今日はパーマをかける方が最近多いので、よく質問でいただくんですけど、かけた後にやった方がいいことと、長持ちのコツを教えてくださいっていう言葉をよくいただくので、今日は、タイトル通り、パーマをかけた後にやってはいけない NG なことを3つと、パーマの長持ちのコツっていうのを、解説したいと思いますので、よかったらぜひご覧ください。まず気をつけたいのは1つ目、摩擦です。ゴシゴシタオルで拭きすぎたり、枕の擦れだけでも髪の毛は傷んじゃいます。なので、ドライヤーをする前にタオルでまずは頭拭くと思うんですけど、こんな風にゴシゴシやらないでください。もう見たらわかると思うんですけど、鳥の巣みたいになっています。バサバサに見えますよね。これすると中の髪の毛が絡まってしまうので、本当に見た目が良くないのと、たったこれだけでも髪の毛はダメージにつながっちゃって、パーマが早く落ちる原因になるので、これは絶対にやめてください。次にやってはいけないことはドライヤーのしすぎと自然乾燥です。乾燥させちゃダメなんですけど、ドライヤーをしすぎてもダメです。で、さっき説明したタオルドライ、ゴシゴシやらないでくださいって言ったやつですね。それが終わった後にこういうミルクとか、乾かす前につけるもの、できればクリームタイプがパーマの髪の毛にはおすすめです。で、それをつけた後にドライヤーでなるべくお風呂上がってすぐ乾かしてください。濡れてる状態がずっと続くと傷んでしまうので、なるべくタオルで優しく乾かした後にドライヤーしっかりしてください。で、この時もドライヤーガーってやらないでください。で、下からドライヤーを当ててしまうと髪の毛が傷んで見えるので、なるべく上から乾かしましょう。最後のやってはいけないことはカットを放置しすぎることです。だいたいカットの周期は1ヶ月半って言ってるんですけど、パーマかけるとどうしても動き出ちゃうので、なんか長くなりがちなんですよね、次来るまで。でもそれだとダメージがかなり蓄積されてしまうので、定期的にカットをしてダメージを切ってもらって、そこでトリートメントとか、お店でできるものっていうのもたくさんあるので、そういうメンテナンスを逐一やらないとダメです。パーマを長持ちさせるコツをいくつかご紹介するんですけど、まずはこうシャンプーですね。シャンプーをゴシゴシしないでください。優しくしましょう。さっきの付随するんですけど、頭皮に対してしっかりと指のお腹で洗ってあげるだけで頭皮の汚れっていうのは落ちるので、それをやるだけで正直落ちますよ。これはだから激しくやる必要っていうのは全くないので、ちょっと優しく意識しましょう。で、シャンプーが終わった後にトリートメントをつけると思うんですけど、おすすめのトリートメントを紹介します。はい、うちから出てるブーストヘアパックです。これめちゃくちゃいいです。シャンプーした後に水分をなるべく飛ばしてからこれをつけてください。で、つける際はよく揉み込んで中に浸透させるイメージでつけます。で、10分ぐらい放置してから流しましょう。これをやるだけで髪の毛がしっとりしてくれるので、中に栄養も入る効果が入ってるので、かなりおすすめとなってます。で、お店でオーシャン東京4種類トリートメントがご用意あるんですけど、お持ち帰りのホームケアっていうものがついてくるトリートメントがあります。で、こういうのもその定期的なメンテナンスで、やっていただくとかなりパーマも持ちが良くなるかなと思うので、そちらもチェックしてみてください。はい、まとめると髪の毛は優しく扱いましょう。そしてドライヤーのしすぎと自然乾燥には気をつけてください。あとは定期的にメンテナンスのカットをしてください。これをやるだけで長くパーマを楽しむことができるので、せっかくパーマかけたんだったら長く楽しんでほしいなって思うんで、ちょっとでも参考になればと思います。わからないことだったりコメント、全然聞いていただいて大丈夫ですので、インスタの DM でもお待ちしておりますので、ぜひ、パーマをかけるならオーシャン東京神戸店にお待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。